皆さんこんにちは。本日はですね、チェコの鉄道の料金体系についてご説明したいと思います。何回か前の動画でですね、チェコには13社の旅客営業鉄道会社が存在するということをお話ししたと思いますが、もちろんその料金体系は各社それぞれに定めていますので、一概に簡単に全国共通のものがあるわけではありません。ただしですね、チェコ鉄道以外の各社はその営業している区間が非常に限られていますので、料金体系も単純な体系になっています。でこのチェコ鉄道はですね、旧国鉄を引き継いでいるだけにあってですね、日本の JR に似ているような複雑な料金体系を持っていますので、これについて本日は解説したいと思います。それではですね、こちらの表をご覧ください。チェコ鉄道でもですね、JR と同様に輸送距離に応じた料金というのが定められています。基本料金ですね。でこれがその表になります。インターネットのページで見るとですね、10ページぐらいの長い表なんですけれど、全部ご紹介すると大変なので、この必要なところだけ抜いてきて、この資料を作ってあります。で、JR ではですね、0から3キロまでが一つの料金帯になっていて、その後数キロ刻みで、距離が長くなると10キロとか20キロの刻みで料金が定められていますけれど、チェコ鉄道の場合ですね、これは1キロから600キロまで1キロ刻みで全て料金が定められています。この表ですね、4つの部分抜粋してあるのをまとめてあるんですけれど、ですね、一番左の欄にこれ距離ですね、その右に5種類の料金が出ています。全てチェココルーナ建てで、1チェココルーナはだいたい日本円で約5円ですので、そのような換算をすればいいと思うんですけれど、ただ右側の3列ですね、これは子どもの料金であるとか団体割引の料金で、ちょっと今は除外します。で、左の2行ですね、そのキロメーターの隣の右側の欄が、これは2等車の料金です。でその右の欄が1等車ですね。1等車はですね、2等車の 30% 増しになってます。昔は 50% だったんですけど、安くなっています。それで詳しく見ていきます。1キロでその2等車の料金、2等車ってのはつまり普通車ですね。で1等車はグリーン車だと思っていただければいいと思います。で1キロ2等車の料金は12コロナ、つまり60円ですね。で2キロ行くと13コロナですから65円、というふうに1キロ刻みで上がっていって、10キロで25コロナ、125円ということになります。でその下の段を見ていただくと、100キロ行くとですね、154コロナということで、これ770円ですね、日本円でね。で100キロを JR のその換算、料金表を見てみますと、これ今私の手元に2018年の時刻表があるんですけれど、91キロから100キロ、本州3社の換算ですね、これだと1660円ということですので、JR のと比較すると半分より若干安いぐらいな感じですね。でその先ずっと見ていきますと、200キロで296コルーナということで約1500円、600キロだと862コルーナで4300円ぐらいですね。で600キロを超える切符の場合ですね、その先何キロ乗ろうが料金は同じです。862コルーナ、これ以上は上がっていかないというふうになっています。ただね、チェコは国土が狭いですから、西の端から東の端まで行ってもですね、660キロ程度です。ですからまあ600キロを超える切符っていうのはそうそう需要がないということになります。ということはですね、最長片道切符のようなものを作ると、この862コルーナ、つまり4300円程度で、何キロでも乗れるっていうことになりそうなんですけど、まあこれ最長片道切符に限らずね、チェコの場合折り返しをしたりして、同じ区間を2回通っても料金通算することになってますので、その場合何キロ乗ろうが料金は一緒なんですが、ただですね、極端の遠回りの切符は発売できないようになっています。でその基準がですね、日本のように明確になっていなくて、公開されているその料金体系のその契約何でしたっけ、旅客営業規則みたいなのがあるんですけれど、それ見てもですね、はっきり書いてないんですね。で実際に窓口に行って、そのコンピューターで発券できるものしか売ってくれないというふうになっています。ただね、最長片道切符のみたいなのもし仮にできたとしてもですね、切符の有効期限は100キロまでが当日限りで、それ以上の場合は2日というふうになってますので、これ例えば2000キロの切符を用意したとしても、2日経てば有効期限が切れて、継続乗車券とかそういう制度は一切ありませんので、その先は使用ができないということになってしまいます。今ご紹介申し上げたのは基本料金でして、これにですね、いろんな割引の運賃というのが定められています。で次にこちらの表をご覧いただきたいんですけど、実際の料金というか運賃の例です。で例えばプラハからパルドゥビッツェまで104キロですね。これ104キロなので、さっきの運賃表に当てはめると160コルーナということになります。でプラハからオストラバがですね、356キロ、これ基本料金だと517コルーナなんですが、
例えばですね、これ現在3月28日の夜、今これ動画撮ってるんですけれど、この時点で明日の3月29日のものを検索してみますと369ゴルになっているのが出てきます。つまりこれ割引切符っていうのがあって、そのインターネットで検索するとその一番安いもの、その時に発売できる一番安い切符を紹介してくれるようになっています。で、5月14日のものを、試しに調べてみても同様に369コロナでした。で、続いてこのプラハからプルゼニまでですね、113キロで基本料金164コロナなんですが、明日の3月29日の見てみますと139コロナで、5月14日のはさらに安くて125コロナというふうになっています。で、さっきの一番最初のパルドゥビッツァですね、これは明日の分見てみましたが、この160コロナで基本料金と変わらない切符しか表示されませんでした。それでですね、この割引切符の制度がどうなってるかっていうのははっきりしないというか、それ公表していないんですよね。今までの経験から分かっていることがちょっとありますので、それをご紹介しますが、まず最初にですね、その前に、インカルタというものについて先にご紹介しておきます。こちらが実物のインカルタです。これはチップが入ってまして、この中にですね、アプリケーションを購入すると IN25、IN50、IN100 というこの後ほどご紹介するアプリケーションを購入することができます。で、割引書3種類ありまして、 IN25、IN50、IN100 と3種類あります。で、その有効期間も3ヶ月、1年、3年というふうになっています。で、これがその割引書そのものを購入するときの価格ですね。で、例えば IN25 というのは、これ25というのはこれ 25% 引きになりますよということですね。で、これを3年のものを購入すると990コロナ、日本円で、この下の赤い括弧書きのはこれ日本円で換算してある数字で4950円です。で、IN50 というのは 50% 引きですね。で、IN100 というのは 100% 引きです。つまり、それがあればもう全くフリーに全国どこでも行けるということになります。それでさっきのこちらの表に戻りますが、その IN25 とか IN50 を使った場合です。あるいは IN100 もそうですけど、この基本料金に対してそれだけの割引がありますということなんですね。その基本料金の他にですね、このインカルタの割引の他に、鉄道会社が提供する割引っていうのが最初から定められているケースがあるんですね。で、例えばね、その IN25 を使ってプラハからプルゼンまで行った時ですね。で、基本料金から 25% 引きにすると164コロナの 25% 引きで118コロナ、この一番下の赤い星印のところですねになります。で、その他にですね、割引切符というのは3種類ありまして、99コロナ、79コロナ、75コロナと、この3種類の、これはIN25を持っている時の値段なんですけれど、この3種類の切符があります。で、これどういう違いがあるかって言いますと、その99コロナのやつですね、これはただの割引切符なんですね。で、79とか75との切符は列車指定の切符で、その指定された列車に乗らないと使えないということになっています。それでですね、じゃあどういう時にこの99、79、75のこの切符が買えるのかと言いますと、これはですね、その1日ですね、あるその指定した日に、例えば5月14日から5月14日に、その一定の枚数が売り切れるまではこの75ゴルーナの切符を発売します。で、それが全部売れちゃうと79になって、その指定した枚数が売れると今度99で、それが全部売り切れちゃうともう通常料金の切符になると、そのような仕組みになっているんですが、それが何枚まで発売するかということは公表していません。そのビジネス上の秘密ということになっています。つまり飛行機の切符に近いような感じですね。早く買って席がガラガラの時に買えば安く買えて、だんだん切符が売れていくと値段が上がっていくと、そのような仕組みになっています。それでですね、通常のこのような片道切符の他に、往復切符っていうのはこの間廃止されてしまってなくなっちゃったんですね。ですから往復する場合は片道を2枚買う必要があります。で、その他にですね、周遊券があります。で、こちらのスライドをご覧いただきたいんですけれど、全国周遊券というのが上に書いてありますが、土休日のものをですね、これは679コロナで大人2人、そして子ども3人まで利用できます。で、これ全国乗り放題です。で、その毎日発売しているもの、大人1人用のやつは579コロナです。ということは、つまり平日はこの大人2人子ども3人というやつは発売していません。週末というか、その土休日だけですね。で、その地方別になっている周遊券がありまして、これはチェコの中で11のですね、地方、日本でいうと県に近いような感じだと思うんですけれど、それに分かれていまして、その指定の範囲だけ乗り降りが自由というやつが、
その地方によって違うんですが、土休日のこの大人2人子供3人のやつが229から319コルーナ、毎日発売の大人1人用のものが159から239コルーナです。でこの他にですね、国境を越えた国境の向こう側も入ってる周遊券とか、なんか周遊券ってものすごい数の種類があるんですけれど、全部説明するとものすごく大変なので、今回はこれだけの説明にとどめておきます。それからですね、一等の追加料金ですね。基本的にはこの一等車に乗る場合は一等の料金払うんですけれど、二等車の切符を持っていて一部の区間だけ一等に乗るっていう時は、その区間の二等と一等の差額を支払うということになります。でその他にですね、一等追加料金というこの周遊券タイプのがありまして、1週間250コルーナ、これつまりこれを持っていれば1週間、この別に二等車の切符は別に用意する必要があるんですけれど、でその二等車の切符さえあればその一等車に何回でも乗れるということになります。でその同様のが1ヶ月が790コルーナ、3ヶ月が1990コルーナ、1年で4990、つまり5000コルーナですから、日本円で約1万5000円ですかね。あ、じゃないか、2万5000円ですね。ということで、さっきのイン100っていうそのインカルタの 100% 割引のですね、これ約10万円で買えて、それにこの2万5000円の切符、 1等の追加料金追加して12万5000円払えば1年間一等車に乗り放題ということになります。その他にですね、このキロメーターバンクというこのような乗車券があります。でこれ1冊買うと2000キロの旅行ができるんですけれど、でこれはだいぶ前に2009年に使ったもので、値段はまだ安くて1600コルーナですけど、今確か2100コルーナぐらいすると思います。でこれどうやって使うかって言いますと、ここのところにですね、どこからどこまで乗るかで経由を書くんですね。で日にちとか、あとその人数、等級を書いて車掌さんに渡すと、車掌さんがこの距離を計算してくれて、この距離を残っているキロ数から引いて使用するというふうになっています。でこれはですね、実はこれ、100キロ未満のところ、例えばこれ83キロですよね。で100キロ未満で使用すると100キロ引かれてしまうんですが、逆に400キロを超える場合、これが400キロ超えと書いてありますけど、他にキロ数、これですね、例えばね、このプレゼン中央駅からクーティ国境の運賃計算地点までですね、439キロですけど400キロしか引かれていません。つまり100キロ未満だと100キロ引くけど、400キロを超えても400キロしか引かないと、そのようなルールになっています。というのがチェコ鉄道の料金体系の大雑把というか基本的な説明でした。でチェコはですね、日本よりか物価安いんですけれど、ただ半分まではやっぱりいかないですね。食費なんかレストランとか行ったりすると案外日本と変わらないぐらいの値段かかっちゃいますよね。で交通費はですね、物価に比べてすごく安く抑えられています。で、JR の半分程度っていう基本料金もその程度だし、いろんな周遊券ですね、それが充実しているし、割引切符もありますので、その移動に関してはですね、このチェコの国内非常に安く済むというようになっています。それでは今回の動画、これで終了にしたいと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。